大谷と山本が所属するドジャースがアリゾナ州のグレンデールで行う春季キャンプのバッテリー組集合日が2月8日に決まったと AP 通信が報じた。バッテリー組集合日はリハビリ組や負傷者も含まれるため、山本だけでなく昨年9月に受けた右肘手術の影響で今季は打者に専念する大谷も同日から参加する可能性が高い。野手組集合日は13日となった。ああ待ち遠しい。もうあと1ヶ月ちょいなのか。なんか急に春がやってきた気がした。今からワクワクする。あと少しやん。もうすぐやん。開幕が待ち遠しい。その日が待ち遠しい。早く大谷からのパワーが欲しい。いよいよ始動やな。考えただけでワクワクする。一気にシーズンが近づいてきた感じ、ワクワクする。いよいよ2024年2月スタートやな。約1ヶ月後、翔平もきっちり合わせてくるんだろうな。楽しみ。ドジャースは一番乗りなのか。いよいよスプリングトレーニング開始が近づいてきたな。あと約1ヶ月後か、あっという間だな。楽しみすぎる。あと1ヶ月か。こういうのが発表されるだけで興奮する。今季はどんな活躍をしてくれるのか楽しみ。あと1ヶ月ほどで少しでも体調よくキャンプインできますように。また通勤コーデが見れるのかな。いつものオフは長いけど今年は MVP などの受賞ラッシュや移籍、WBC 振り返りなど、話題だくさんだったからあっという間にあと1ヶ月でキャンプか。このオフは何かと話題が多かったから、ロスに陥る前にキャンプ始まる感じで嬉しい。ついに始まるのか、開幕戦は韓国やから残念やけどそれでもキャンプが始まるのは嬉しい。大谷ドジャース編の始まりやな。1年目はどんなドラマが待ってるのか楽しみや。また今年も大谷の活躍を楽しみにする日々が始まるな。今年は移籍とか MVP とかあったから大谷ロスにはならなかったけど、それでも早くプレイしてる姿が見たい。これからまた毎日大谷のニュースで朝を迎える日々が始まるのか、楽しみすぎる。ついに始まるな。1ヶ月後か、待ち遠しすぎる。